個人戦団体戦って戦いだけこら！やめとけバカ。ここじゃ勝っても負けてもピンボークじゃ。交流会でボコボコにすんぞ。ねえマキさん、さっきの本当なの？呪力がないって本当だよ。だからこのメガネがねえと呪いも見えねえ。お前らみたいに自分の呪力を流してどうこうしてるわけじゃねえよ。じゃあなんで呪術師なんか。嫌がらせだよ。 見下されてた私が大物術師になってみろ。家の連中どんな面すっかな。楽しみだ。ほらさっさと翔子さんのとこ行くぞ。私はマキさん尊敬してますよ。あっそう、お日様。あっしゃー、コテンパンにしてやんなよマキさんのためには。 そういうのやめろ。変態か。虎杖。ん？新種のパンダとか。人の術式をペラペラと。いいんだよ、トゲノはそういう次元じゃねえから。マキのこともある。ユージは殺させないし団体戦にも勝つぞ。当然、どんな生い立ちだろうと 私はあいつが気に食わねえ。同じ生い立ちでも私はマキさんが大好きだ。あんたマキさんのことどう思う？どう答えても角立ちそう。マキさん4級なの。えマジ？家が面倒な術師の家系でね、セルフ感動みたいに出ていったマキさんの昇級邪魔してんのよ。でも交流会で活躍して マキの名前がある程度広まれば、そういう嫌がらせも難しくなるよな。そのためにまずは団体戦で勝つ。あんたもういっぺん死ぬ気でやんなさい。聞こえてんぞ。<笑>余計なことは考えてんじゃねえよ。 マキさんの方が100倍美人。寝不足か？毛穴開いてんぞ。<笑>口の利き方教えてあげる。勝つ！何仕切ってんだよ。え、何それ。別に隠さなくていいのよ。私だって殺す気でやるし、特にあいつ マイとかいうマキさんの出がらし。はあ？はあじゃねえよ。怖い。呪術師続けるなら喧嘩売る相手は選ぶことね。<笑>うちのパシリに何してんだよマイ。あら落ちこぼれすぎて気づかなかったわマキ。 野原、立てるか？無理よ。しばらく起きないわ。それなりに痛めつけたもん。何？やる気？<笑>ナイスサポートマキさん。伏黒は？大丈夫だ。パンダたちがついてる。嘘でしょー！脳裏で最近会話が噛み合わないわけだ。ですね、鮭。 マキは私にやらせて、できれば茶髪の1年も。その発言、東堂と同レベルだよ。まとめてかかってこい。犬かな。私絶対猫。寂しがりなんでね、いっぱい人を助け。ちょっと待て、釘先が切れた。乱闘だ。ほらやってやるよ。 失礼した。やけくそだな。
上杉元れ。それより聞いたか。一年図の話。ああ、特急相当を3体ってやつだろ。しゃけ。じゃあ負けてらんねえな。私らも筋子。おお。名のもとに一級術師に推薦する。